女子ボクシングボクシング軍王、結婚の年齢に娘を村人、地元のいじめっ子、かなり派手な女性の王は、彼らは彼女が出て行った時の利点を活用し、離れて彼女を取った、誰も気づいていません。いじめは家に彼女を取った、私たちはレイプする必要があり、王の娘が必死の抵抗を叫んだいじめっ子しめに彼女を取りました。彼の家の外もともと深淵を持っていた、いじめは奈落の底に体に結びつけられた石、シンクを置きます。王は、どこにでも彼の娘を探し、見つからない、何もすることができません。突然、それは列車がダウン飛び、頭が離れて飛んでいじめを奪い、唯一聞こい雷、家の周りにいじめを超える雨、雷と稲妻を始めました。空がクリアされた後、奈落の底に浮かぶ女性の体は、一方の手は、まだ世論調査に保持し、よく見ると、それはいじめっ子の頭です。公式ノウハウは、これらのことの後、彼らは、これが真実を見つける、いじめっ子の家に尋問のため人を逮捕します。それになるために、ドラゴンの王の娘がいるのですか？それ以外の場合は、どのようにそれを行うだろうか？あまりにも奇妙な。